ウクライナ軍に供与されたドイツ製の新型戦車レオパルト2は A4A5A6A6M などが、北大西洋条約機構NATO諸国を中心に運用されていて、本国のドイツとデンマークでは最新の 2A7 が配備されているよ。レオパルト 2A4 では砲塔の装甲が地面に対して垂直方向であることが特徴だが、2A5 以降の第2世代では砲塔部分に鎖型の追加装甲が装備されているほか、多くの改良が加えられているぜ。さて今回はそんなレオパルトについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、すべてのタイプのレオパルト2の主武装はラインメタル社製の 120mm 滑空砲だけど、A5 までは44口径なのに対して A6 以降は55口径と砲身長が約 1.3 メートル延長されているため、砲弾の初速が向上して有効射程が延伸されたよ。ウクライナ軍にはこれまでにこの長砲身のレオパルトに A6 が21両提供されたが、それらは、陸軍第47機械化旅団に配備されて、同旅団が投入された南部ザポリージャ州のロボティネから未だにロシア軍の占領下にある交通の要衝トクマクを経て、アゾフ海に近い主要都市メリトポリに至る約 80km にわたる反転攻勢軸で前進を続けている軍団で任務に就いたんだ。しかし、第47機械化旅団は今年の6月上旬の反転攻勢作戦開始当初に、ロシア軍がトクマク防衛のために構築した。残壕や U の破と呼ばれる対戦車障害物や通常ではありえないほどの高密度の地雷原による見えの防衛線の一番外側の第一防衛線への攻撃に際してこの貴重なレオパルト 2A6 を3両一気に失う失態を犯し軍事専門家に叩かれ西側にメディアに大きく報道されそれらの中にはレオパルト2は役に立たないなどとする声も出るほどだったぜ。このことで第47機械化旅団ではレオパルト 2A6 の運用方針を変更し、長射程の55口径 120mm 滑空砲と、昼夜24時間使用することができる高性能の照準装置を活かして、夜間に後方から砲撃を加えるいわば自走砲的な使い方で、地上部隊の近接火力支援兵器として活用し、戦果を上げていたってわけだ。それは西側から供与された強力な戦車を失いたくないためであろうとの見方があり、レオパルト2を撃破したとロシア軍の宣伝に使われ、西側諸国が動揺して支援の流れが滞ることを恐れたためと言われているな。ただ、西側諸国の新型戦車はレオパルト2にせよ、イギリスから供与されたチャレンジャー2にせよ、現在アメリカから届くとされている M1 エイブラムスにせよ、ロシア製の戦車よりも長射程であるがゆえに、やや後方から最前線を支援する運用戦術割にかなっているとの見方もあり、実際にザポリージャ州の戦線ではウクライナ軍が第一防衛線を突破して第二防衛線をも超えたとされる前進を見せているぜ。しかしながら、ここに来て第47機械化旅団が9月29日、SNS にレオパルト2が歩兵戦闘車などの戦闘車両や歩兵部隊とともに、ロシア軍部隊と交戦している様子が撮影された動画を公開したみたい。第47機械化旅団の部隊がザポリージャ州とされる平原を南下している様子が撮影されていて、アメリカ製の M2 ブラッドレイ歩兵戦闘車とレオパルト 2A6 が並んで走行していたんだ。すると映像では、遠方に砲弾が着弾して爆発する様子が映され、撮影者の頭上にもロシア軍が、近くの森林から発射していると見られる機関銃弾が飛び交うと、M2 ブラッドレイが少し後退した上で、車体後部のスロープを下ろして、内部に乗り込んでいた M16 自動小銃と対戦車ロケットで武装した歩兵6人が展開し、ロシア軍が掘った塹壕に飛び込んで身を隠す様子も映されているよ。そして M2 ブラッドレイが後退したところにレオパルト2が 122mm 主砲を発射しながら前進し、ロシア軍による対戦車ミサイルの狙いを外すためか、機敏に前後に車体を動かしながら、砲撃を続けているんだけど、このような動きは西側の新型戦車しかできないとされているんだ。なぜならばロシア製の戦車の変速ギアには後退リバースがなく、そのため高速での前進と後退を繰り返すことができず、おそらくロシア軍兵士たちは西側戦車のその動きを予測できないとウクライナ軍が考えていることが伝わってくるぜ。
そして動画にはレオパルト2から発射された砲弾の着弾点は撮影されてはいないものの、命中を喜ぶウクライナ兵の歓喜の声がしっかり録音されていたらしい。この動画からレオパルト2が、後方からの歩兵部隊への近接支援の任務から最前線での突撃に参加するように、変更されたと判断するのは早計であるが、この強力な新型戦車が自走式榴弾砲とは違う、戦車であることを改めて認識させられたことに間違いはなく、これまでウクライナ軍の戦車を悩ませていたロシア軍が、濃密に地雷を敷き詰めた地雷原が薄くなり、安全に戦車を前線に出撃させられる状況になったことを意味していると指摘する声があるな。そして、ウクライナ軍がこれまでも実施してきたように、侵略戦争開始当初から悩まされてきたロシア軍の榴弾砲や、多連装ロケット砲システム MLRS に対して、供与された大砲兵レーダーを駆使してその所在をあぶり出した上で、移動する前に素早く攻撃を加えているほか、高機動ロケット砲システムハイマースや、M270 などのアメリカ製 MLRS から発射される GPS 誘導の長射程ロケット弾や、西側諸国から供与された 155mm 榴弾砲から発射可能なやはり長射程のアメリカ製の GPS 誘導砲弾 M982 エクスカリバーなどの、アウトレンジ攻撃によって後方の兵器庫や弾薬庫を破壊しながら、それらの数を減らして消耗を強いてきた効果が現れ、ロシア軍による火力が大きく減退したことも大きいというよ。NASA が森林火災の発生場所などを把握するために活用している人工衛星から観測している地上の熱源データによると、2023年7月のウクライナ東部のドネツク州、ルハンシク州、ハルキウ州3つの州においては、熱源の数が、7月1日から10日までの12日間で2903件確認されていたのに対して、10日から20日までの12日間では662件、20日から30日までの12日間では657件と、1日から10日の上旬と比べていずれも2割程度にまで減少していることが明らかになっているんだ。アメリカのシンクタンク戦争研究所が7月16日に公開した分析では、ウクライナ軍がアメリカから供与された、ハイマースの長射程ロケット弾などによってロシア軍の後方にある弾薬庫などを破壊した結果として、7月10日頃からロシア軍の砲撃が大きく減り、それが熱源の大幅な減少にも反映されたと見られるとしているね。軍事専門家などの間では、ウクライナ軍はロシアの MLRS については はほとんど破壊できていないにもかかわらず、この NASA の衛星のデータを見る限りにおいて砲撃数が減っているということは、前線のロシア軍にロケット弾などの弾薬が届かなくなっていると評価すべきであるとして、ウクライナ軍の長射程兵器によってロシア軍後方の補給拠点が破壊され、弾薬そのものが届かなくなっているためであろうとの見方が出ているな。さらに、ロシア軍は弾薬庫を破壊されている状況に対応するため、武器庫や弾薬庫をハイマースの M31 ロケット弾の 90km とされる射程よりさらに遠い場所に、しかも数箇所に分散させ始めたが、そのために輸送効率が大きく下がり、前線に届く弾薬の数が結果としてさらに減ることになり砲撃ができなくなっている可能性があるとして、ウクライナ軍がアメリカから供与されている GMLRS や、イギリスとフランスから供与されている空対地巡航ミサイル、ストームシャドウなどによる長射程ロケット弾やミサイルによる攻撃がロシア軍の兵站運用に打撃を与えていると指摘しているぜ。ウクライナ軍が濃密な地雷原を突破し、ロシア軍の砲撃を沈黙させることに成功している結果から、この先の地上戦においては供与された西側戦車が最前線に登場することによって、ウクライナ軍の前進速度がさらに高まる可能性が出てきたとする見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。